ローガン・ジュリエッティ・シュミットは、アメリカ合衆国出身の男性元、フィギュアスケート選手。パートナーは、リンクリーン・クライルートなど、2011年、2012年アイスチャレンジ優勝。1985年アメリカ・シカゴ生まれ、3歳で兄に連れられ、スケート教室に通い始める。シングル、ペアでも、競技会に出場するが、2004年から、アイスダンス2000年、テキサスで、 マウリがスティフソンとカップルを組む。全米選手権、ジュニアクラス10位となり、翌2005から6年シーズンには ISU ジュニアグランプリに参戦する。2006年の7月に、シカゴに戻りリ,リンクリーンクライルートとカップルを結成すると、全米選手権、ジュニアクラス3位の成績を上げる。世界ジュニア選手権の代表となり、翌シーズンには ISU グランプリシリーズに出場する。 2008から9年、2009から10年シーズンには、それぞれカール・シェーファー・メモリアル、アイスチャレンジで表彰台に立ち、2010年スケートアメリカにて3、シーズンぶりでグランプリシリーズに復帰する。2011から12年シーズンには、全米選手権で4位で、初めての表彰台に立つ。翌シーズンでは5位。2月にはコーチをイーゴリ・シュピリバンドに変更した。 2013から14年シーズン全米選手権で6位。初のシニアの ISU チャンピオンシップスの派遣となった4大陸選手権では6位になった。4月24日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。